三菱ビルジングは東京都千代田区丸の内2丁目に所在するオフィスビルである。本ビル建設前のこの地には1918年春高で石像4階建ての三菱本館が建っていた。三菱本館は財閥解体以前は三菱合司会社が事務所を構え岩崎小谷田が使用した部屋も特別会議室として残されるなど三菱グループの総本山的存在であった。 しかし、三菱化成工業をはじめ入居企業から増出を希望する声が上げられ、三菱商事からも西側に隣接する旧三菱商事ビルを解体し、共同でビルを建設したいとの提案があったことから、1971年3月に建て替えを決定した。新たなビルは1971年9月6日に着工。1973年3月28日に、 竣工し三菱ビルジングと命名された。旧三菱商事ビルの解体とその後の三菱重工ビル増築工事も同時進行で行われ、低層部は両ビル一体構造とされた。三菱重工ビルは、後に丸の内二丁目ビルに名称変更されている。三菱ビルジングの入居テナントは、三菱化成工業、三菱床。 三菱モンサント火星、三菱ガス化学、三菱樹脂の三菱系化学メーカー5社が大部分を占め、三菱金融会の事務局が置かれた。1974年には第15回 b c s 賞を受賞している。ありがとうございます。